どうも、走れ大井チャンネルです。キャッチボールしていきます。まあ、ぶっちゃけその感覚的なものもあると思うんですけど、うん、結構僕はずっしりくるイメージがあって、うん、であとは曲がりがちょっとなんか遅くなってる。いつもより少し曲がりが打者の手元側になってるような感覚がありました。そうですね、やっぱかかりがいいのでやっぱり前で離してる感があったので、うん、やっぱり、まあ、取る側からしたら結構手前で、うんうん、曲がってるんじゃないかなと、うんうん、ちょっと何ですか、やっぱ投げるときこう使うんですけど、やっぱ A 級のときよりかは、やっぱこの力をちょっとこう押し出す力っていうのは、うん、いつもよりかは強くこう、なんか重く感じるっていうか、まあ重さを感じましたね。高級と比べると、まだ軽いかなと思います。そうですね、はい。軽いですね。確かに確かに。はい、なんか、軟式と、ね、硬式の間ぐらい。そうですね。なのでやっぱ A 級から M 級に変わるときは、うん、ちょっとこう少し慣れは必要かなと思います。少しの間。ありがとうございました。